こんにちは、G です。今回はオンラインミーティングの話。コロナのせいでリモートワーク全盛になりました。近所のじいさんばあさんまで Zoom でオンライン会議という時代です。ラズパイでオンラインミーティングはできるんでしょうか？様々なミーティングサービスがありますが、ラズパイでの検証を試します。当たり前ですが、ミーティングにはウェブカメラの用意が必要です。USB 接続できるウェブカメラなら何でも構いません。ラズパイ純正のオンボードカメラは試したことないのでわかりません。高いんで。私は例によってアリエクスプレスで中国製を入手。1080p 対応のはずなのに 720p で内蔵マイクは信号レベルが低すぎて使えないバッタものです。中華あるあるの性能なんですが、まあ700円だったので文句は言えない。昨年リモートワークが始まる頃、ウェブカメラがバカみたいな値段に釣り上がってたので、魔が差して安物をポチってしまいました。皆さんはまともなウェブカメラをご用意ください。Amazon では 2,3000 円で購入できます。まずは Zoom。Zoom は86系だけだったので、86エミュレーターをかます必要があったんですが、最近 PWA、プログレッシブウェブアップというタイプのアプリが登場しました。Chromebook 用は Play Store から落とせるようになっています。ラズパイでもちゃんと動作しますが、条件があります。ラズパイ OS のみ動作。Ubuntu など他の OS では動作しません。ラズパイ OS は32ビット、64ビット、どちらも動作を確認しました。さて、Zoom PWA というアプリをインストールします。詳しい情報は画面のサイトを参照ください。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプしてインストールします。インストールは一瞬で終わります。インターネットメニューの中に Zoom PWA アイコンが追加されます。早速動作させてみましょう。サインインが必須なので先に登録しておきます。画面中央にボタンが2つあり、新規ミーティングか他のミーティングに参加するかを選びます。ここでは他のコンピューターでのミーティングに招待 ID をタイプして参加してみます。招待コードとパスコードをタイプするとミーティングが始まります。お分かりと思いますが、カメラ映像はすべてはめ込みです。親父が映ってても楽しくないので。それと、ラズパイとすぐ横の PC でテストしたので、ハウリングしまくったため、音声はすべて削除しています。今度はラズパイ側でミーティングを作成してみます。パーティシパンツ、参加者アイコンをクリックしてインバイトボタンをクリックします。コピーインビテーションをクリックすると参加情報がクリップボードにコピーされます。テキストエディターで見てみるとミーティングに参加する URL、ミーティング ID とパスコードが書かれてますね。ラズパイではブラウザーでのズーム利用はできませんが、PC からは URL だけでミーティング参加できます。PC 側は Zoom アプリを使用していますので、ミーティング ID とパスコードで接続してみます。Zoom PWA でも機能は Zoom アプリと同様ですが、ラズパイでは画像の背景切り抜きは機能しません。音も動きも少し遅れがありますが、まあ使えないレベルではありません。無料ユーザーの利用時間制限は40分までです。でも Ubuntu やマンジャロで使いたいという方はどうすればいいのか。オンラインミーティングもブラウザーベースなら OS を問わず利用できるはずです。理屈はともかく実際はどうなのか試してみましょう。以降はラズパイ 4B 4GB、Ubuntu まで 21.04 環境下でテストします。まずは Google Meet。Gmail アカウントが必須です。ブラウザーで Google 検索トップページを表示してログインします。ついで Google アプリアイコンから Meet を選択。新しい会議を作成して参加者を招待する。または招待された時は会議コードをタイプして会議に参加します。やはり音や動きの遅れは多少ありますが、Zoom と大差ありません。去年、ハングアウトから Meet になった頃に比べ、随分軽くなってる感じがします。Google Meet のメリットは、ブラウザーを問わず利用できることですかね。無料ユーザーの利用時間制限は60分です。次は老舗スカイプ。古くからのビデオチャットのイメージが強いですね。ですが、Meet Now という名前でもオンラインミーティングを強化しています。試すのは Skype for Web。少し制約があって、Chrome、Safari と Edge のみのサポートになります。今回は Chromium で試します。まずは Skype のサイトでサインアップします。続いて Skype for Web のサイトに移動します。左側の会議ボタンから会議をホストを選び会議を開きます。画面左中央にリンクアドレスが表示されていますので、他のユーザーはこのアドレスから会議に参加します。Skype の場合、自分の画像はかなり小さく表示され、サイズが変えられません。まあ、大人数を前提とした設計なんだと思います。無料ユーザーの利用時間制限は、通話あたり4時間、1日あたり10時間、月あたり100時間です。このサイトとは別に Skype Meet Now というウェブサービスもあります。ブラウザーだけでアカウント登録なしと謳ってるんですが、会議のホスト側は Skype アプリが必須なので、今回はパスしました。今度は JitsiMeet というサービスです。このオンラインミーティングの特徴はアカウント登録なしで利用できることです。時間制限もありません。まず画面の JitsiMeet サイトを表示します。ミーティング開始ボタンをクリック。招待アイコンをクリックしてミーティングの招待状を共有から、今回は Gmail で招待状を送ってみます。Gmail アイコンをクリックして、メール作成の画面になったら、相手先のメアドをタイプして送信。ミーティングに参加ボタンをクリックすると、ミーティングが開始されます。アカウント登録がないので、どこからでも誰とでも手軽にミーティングが試せます。以上、ラズパイで利用できる4つのオンラインミーティングサービスをご紹介しました。今回ご紹介したのは比較的著名なオンラインミーティングサービスばかりです。オンラインミーティングはラズパイでもちょっと我慢は必要ですが、使えなくはないといった具合です。いやー、音声はちょっと使えないレベルかな。ラズパイの能力アップだけでなく、ミーティングサービスの進化を実感しました。現状、スラックやスカイプ、ズームなど主要コミュニケーションツールは ARM に非対応なので、ラズパイで動作しません。まあ、遠からずその状況も改善されるだろうと期待しています。ご覧いただきありがとうございました。孫がタブレットを見せてくれました。学校支給のオンライン用端末です。これタブレット使いもできるノートブックです。地元新聞でも叩かれたんですが、中華製で早速バッテリー不具合で一部回収だそうです。お父さんお母さん、情熱的な中華製です。充電には注意よ。でもなんで中華製品を選んだんだろう。バカじゃないか？セオリーを一つ。中華 PC 買ったら最初にやっておくことは、返品処理。ではまた次回。